こんにちは。こんにちは。はい。さあ、ゆたかさん。はい。今日もゆたかさんの大好きなクイズのお時間です。いやー、好きなんだけどな。まあ、意外に、こう、引っかかるというか。はい。まあ、記憶っていうのは、なんかな、おぼろげになっていくな。今日もクイズだな。はい。わかりました。はい。前回は、はい。全問正解ならなかったですけれども、はい。今回は、はい。またチャンスあります。お全問正解すれば、はい、ゆたかさん今欲しいものは何ですか？前回除菌シートでしたけど、うん、今回はまあサプリとこれ替え玉できないんでしょ？できないです。今お一人様のそうだよね。とか、うん、だからこれとサプリメントだな。ビタミン、あ、ビタミンもね、わかりました。ビタミンと酵素がいいかな。除菌シートをセットで。はい、わかりました。わかりました、うん。じゃあ全問正解頑張ってくださいね。はい、ではいきますよ。はいよ。第1問、はい、阪急の上田俊治と、はい、広島の野村健次郎が監督時代、はい、ルールを知らなかったために犯したミスは次のうちどれ？え、2人？そうです、この2人がお二方が監督時代ルールを知らなかったために犯してしまったミスは何？まあ、結構ややこしいルールあるからな。細かいのありますからね。あるあるある。A、走塁コーチの代わりに、はい、セッチをベースコーチにつけさせようとした。はい。B、はい、1イニングに2度マウンドに行き、はい、投手を交代せざるを得なくなった。はい。C、サードをファールグラウンドで守らせようとした。はい。D、DH に投手を偵察メンバーに入れた。ああ、どれでしょう。あ、これはね、うん、D だと思うよ。DH にその投手を偵察メンバーに入れてはいけないミスになるんですか？変えなきゃいけないよね。変えなきゃいけない。あ、ちょっと待って、難しいな、うん、これ変えればいいんだもんな。野村健次郎でしょ、広島の。そうです、野村健次郎の時は予告先発じゃなかったかな、もう。だから偵察要員を入れる要素がないんだよね。うん。ということはこれ DH っていうことは交流戦か何か。そうだよね。ですよね。だから1かな。あ、走塁コーチの代わりに選手をベースコーチにつけさせるってあるんですか実際。いや、まあ例えばアクシデントが起きたとかさ。選手をベースコーチにちょっとするみたいな、うん、ちょっと立っといてくれって。あ、まあサードコーチャーはないと思うけど、はい、一塁コーチャーぐらいだったら、うん、まあそういうことはあってもいいと思うんだよね。ちなみにこれサードをファールグラウンドで守らせようと するのもいけないってことですか？いや、いけなくはないと思う。あ、これは OK。 守るところはどこだっていいはずなんだ。で、これ1イニングに2度マウンドに行ってしまうと、もうこれは投手交代。これはね、知らなかったっていうのはありえないよ。あー、そうですよね。ただ間違いを起こしやすいのはアクシデントがあった時に、はい、まあ、ピッチャーにピッチャーライナーが当たったとか、うん、これを1回と見なすのか、うん、違うのかで、これはもう審判の判断なんだよね。で、その時に話すと思うし、うん、だから3か1なんだよ。3か1なるほどね。うん、それで野村健次郎も犯したっていうのは、偵察要員っていうのは予告先発だとしたら偵察要員なんかいらないんだよね、うんうんうん、そしたら1しかないんだよ。走塁コーチの代わりに選手をベースコーチにつけさせようとした。これはね、登録してなきゃダメだから、ベースコーチは。あ、ベースコーチとしての登録ってことですか？そう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 、試合前の登録があるから、それを急に変えるっていうことはあんまりできないんだよ。なるほど、はい、ちょっと分かってなくて、実監督時代に犯してしまった。そう、1。1? ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。嘘。本当です。何？正解は、うん、DH に投手を偵察メンバーに入れたです。そうなの？そうなの。ゆうたさん、耳いじりながら。いやいや、だから俺の最初の観点合ってるよね、結構。いや、やっぱり勘信じてください、ゆうたさん。いや、違う違う違う、お前がその間違えさせるように誘導させてない。
ダメダメ、誘惑に負けちゃダメ。そうだな、そこだよな。もう、しょっぱなから間違えましたね。まあ、聞い取り直していきましょう。はい、はい、続いて2本目参りましょう。はい、いかつい風貌がつけられた、はい、戸柱安隆選手のニックネームは、玉の何？スッパーマンでしょ。ああ、それもありますね。それもあります。しかしもう一つあります。はい、A、幅のブルドック。ブロック？はい。ブルドック。あ、ブルドックね。はい。はい、B、はい、幅の半魚人。はい。C、幅の金剛力士像。はい。D、幅のスフィンクス。あ、4番だな。あ、幅のスフィンクス。はい。これなぜですか？いや、これはもうなんかそういうファンの間ではそう呼ばれてるっていうさ、はい、そういうのはもう分かってるよ。やっぱ豊かそうですよね。なんだってその DNA、 あ、当たり前だよ、ね、こんなん間違えるわけないじゃないか。そうですよ、2015年ね、うん、4巡目でドラフト入ってきた戸柱選手、そう間違えるわけがない。でもね、スフィンクス、スッパマンって言われてるんだよね。そうなんですよね。それも言われてるよね。はいはいはい。そう、じゃあ浜のスフィンクス、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。もう豊さん最低、残念。違うの？スフィンクスなんて誰も呼ばれてません。え、なんて呼ばれてる？ファンは金剛力士像と呼んでいます。あ、そう。そりゃ失礼だよ。すごいあれですよ、イチシャワシャワと、あれもね、浜のスフィンクスと呼ばれているよ、みんなからって。あれ、もう私はそれ聞いた瞬間、もう笑いこらえるの大変でしたよ。あれだな、お前の表情があんまりちょっとわからないからね、見えないからね、見えにくいからね。確かに、いや、そしたらなんかこうちょっと探るんだけどさ。いや、面白い。それでも2016年のオフの契約更改の時に、戸柱選手が、僕は人相は悪いけれども優しいのでという趣旨のコメントをしているそうです、うん、あいつ優しいよ。やっぱそうなんですね。人がいいしね。はい、続いていきましょう、はい、第3問目です。はい、2014年、はい、ドラフトで入団した関根大輝選手、はい、横浜ですね、はいはい、の背番号が入団発表時は52番だったのが、はい、キャンプ前に63番に変更された理由は次のうちどれ？はい、A、はい、当初希望していた63番がトレードで空いたため、はい、B、偶数は縁起が良くないと両親が反対したため、はい、C、オフに入団したバルディリスが52番を希望したため、はい、D、球団社長が52番は投手の番号だからと反対したため。ああ、これはね、はい、B だ、B、あ、B、あ、お、偶数はダメ、奇数の方がいいって。それは、ゆたかさんがですか？何？それはゆたかさんがもうやっぱそう、やっぱ偶数より奇数の方がいいなみたいな。ああ、そういうのって野球選手ってこだわるからね。でまして、あ、その両親が、うん、例えば占いの人に、うん、いや、あなたのお子さんは偶数より奇数の方がいいですよとか、うん、例えば63番が空いてたら、これ63番って意外に出世番号なんだよ、野球界では。あ、そうなんですね。だから見てる人たちも63番っていうのは結構出世番号だっていうのをちょっと知って、はい、見てもらえると割と意外と活躍する人多い。あ、そうなんですね。63って、そうそう、うん、縁起がいいんだ。そう、じゃあやっぱりこの偶数は、はい、ね、そういう両親がね、そういう画数とか、うん、実数とかにやっぱりちょっとこうね、こだわる方で、うん、だからね、俺もね、ちょっとおぼろげに記事をこう多分読んだと思うんだけど、そんな空いたからとかいうよりも、なんかそういう理由が変だったんだよ、変えた理由が。その時記事は読んでらっしゃるんですね、豊さん。多分だから、多分両親がどうのこうのって人が勧誘してきて変えたんだと思うんだよね。あ、だからもうとりあえず A のこのトレードで空いたためっていうのはもう絶対ない。絶対ない。
あ、人がなんかちょっと何か介入しての変更だった、うん、そう、うん、分かりました。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、うん、残念。嘘、マジか、マジか、俺の記憶はどうなってんだおい。何の記事ですかそれは。いやー、なんか人が介入してきたと思ったんだけどな。正しいんです、人は介入してるんですよ豊さん。そうだろ。そうなんです、ただ人が介入してきた、家族じゃないんです。じゃあ外国、外国人か。そうです、希望したって。バルビリスが52番を希望したためです。なんだよ、52と63でさ、もう別にどっちでもいいんじゃないのっていうような感じだけどな。バルディリスは52という縁起のいいラッキーナンバーだったんですよ。全問不正解じゃない。本当ですよ。いや、なんか難易度上がってきたなおい。難易度上がってます、クイズの。じゃあこれは当ててください。いや、でもみんなさ、こう見てる人は当たってんのかな、みんな。あ、どうなんですかね、皆さん何問正解したか、ちょっとコメント欄に。そうだね、はいはい。この次はもう絶対豊さん当たると思います。はい。梶谷孝行選手の、はいはい、座右の銘はどれ？はい。A、はい、心が9番。あ、なんか聞いたことあるな、それ。うん、それで。B、心が体を動かす。C、心を持って心に使う。これは以心伝心の意味ですね、うん、D、 心も体も強く。心が9割、A、心が9割、うん、これはなぜ。梶田の性格って極端なんだよね。11なんだよ本当は。あ、10-0なんだよ。でも1割は、まあ、技術の問題だとか、まあ、体調の問題、はい、だから9割は心っていう、心で体を動かすという。だつまりそのメンタル面が、うん、やってよくなきゃいけないっていうことを座右の銘にしてるっていうこと。そう、あ、まあ課題はそうだな。梶谷選手が落ち込んでるのを見て、うん、何って聞いたら、やっぱプライベートのことだったって。そう、うん、やっぱさすがね、一番近くで豊さん見てますもんね。でしょ。はい、じゃあ、はい、心が9割、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、豊さん、はい、一体梶谷選手の何を見てたんですか。残念、違う。違う、何。心が体を動かす。なんか単純だな。だって梶谷選手、単純な選手って言ってたじゃないですか。心が体を動かすか。はい、これだそうです。まあ、心が9割もね、似たような意味ですけれどもね。まあなあ。うん、ああ、そう。ここまで全問不正解ですね。まあ確かにな。残り2問です。はいはい、もうこれは当ててください。はい、アテネオリンピックで、おお、監督の、はい、長嶋茂雄が、はい、大会直前に病気で倒れたため、はい、代わりに監督として指揮を取ったのは誰。それは中畑さんですよ。もうファイナルアンサー。いや、一応いいですか。一応いや、これは俺は一緒に行ってたから。中畑さんって監督代行もついてないんだよ、その時。え、そうなんですか。そう、正しいことを言うとね。はい、でやっぱり長嶋さんが監督で行ってるんだよ、行ったことになってんだよ。あ、そうなんですか。うん、だから長畑さんに監督代行をやってくれっていうお願いはなかったんだよ。だからバッティングコーチ兼ヘッドコーチで行ってくれっていうことだった、はい、だから立場的にすごい難しい大会だったんだよ。ただそうですね、気持ち的にもどうやって戦うっていう。だから選手も、はい、長嶋さんを思いながら中畑さんの言うことを聞くというさ。あ、だからそういう面では気持ちは監督は長嶋さん、ただこの時に指揮を取ってるのは中畑さんっていう。だからすごい長瀬さんは辛かったと思うよ。いや、そうですよね。責任もちろん重圧もありますし、あるし、いや、監督って決められたんだったら大胆なことも、うん、できるんだろうけど、やっぱある程度お伺いも立てなきゃいけないわけよ。あ、それはあの上、長嶋さんとか上にとかね。うん、そう、うん、だからすごいあの辛い立場で長瀬さんが頑張ってくれたなっていうふうに俺は思ってたけどね。裏側そういう感じだったんですね。そう、
なんかちょっと初めて聞いた話でびっくりしましたけど、もうこれはもうもちろん正解で、そうですね、そうですよ、はい、はい、やっと正解です、よかった、まあ、これは俺現場でいたからね、コーチとして 大サービス問題、そうだな、はい、じゃあもうこれが最後です、もうこれで当たったら湯田さん、はい、もうサプリメント一気にもうチャンスですよ、 OK、 はい、はい、最終問題です、はい、第1回、はい、WBC で、はい、ベストナインに選出された日本人選手は、はい、松坂大輔、はい、イチロー、はい、あと1人は誰、はい、A、はい、里崎智也、はい、B、はい、川崎宗則、はい、C、はい、西岡剛、はい、D、小笠原道弘、あ、第1回の WBC ベストナインに選出された日本人選手は松坂大輔、一郎、そしてあと1人は誰、里崎かな、もうだから里崎が、うん、第1回なのか2回なのかって言ったら、2回の時、第2回っていうのはキャッチャーは確か違ったよな、だから里崎だと思うよ、もう里崎さん、うん、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、これも里崎さんは第1回でベストナインに選出されてるわけなので、うん、これじゃあすごく成績を残したと、そう、あ、じゃあ川崎宗則選手は、川崎はね、途中で怪我したんじゃないかなっていうような気がするんだよね。ホームにスライディングした時に肘かなんかを。はいはいはい。で、小笠原って、うん、そういう国際試合に対して、あんまりいい成績って残ってないんだよね。うん、あ、そうなんですね。あの、アテネにも一緒に行ったけど。はい。あとは誰だっけ、西岡、はい、西岡強さ。西岡はね、うん、多分途中で出てないんだよ、途中で出てない、最初は使おうとしてたんだけど多分出てないんだよ、はい、途中からね、おお、うん、ということは、はい、これはもう里崎智也さんだと、そう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 、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー正解です、はい、ね、そうです、我らが里崎さんです、いやいや、たださ、里崎はさ、第1回か第2回だったか、どっちかちょっと記憶があれだったんだけど、はい、いや、佐藤はものすごく活躍したもんね、あの時。そうです、この第1回 WBC で、まあ、8試合に里崎さん出てまして、うん、はい、22打数9安打の、はい、打率9割以上、9割9、40、あ、打率9割、409です、4割以上、はい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 、残してて、ベストナインに選ばれてるんです、うん、まあ、よくも打ったけど、やっぱなんていうの、日本のピッチャーのいいとこ引き出したよね。いや、本当そうですよね。いや、本当本当。ああ、うん、だからよく頑張ったと思うよ。いやー、そうです。里崎さん、ベストナインに選ばれたんですか。ね、大したもんだね。いや、はいはい。途中まで本当不正解がずっと続いたので、うん、もうどうなるかと思いますけど、ラスト2本で。まあ盛り返したな。盛り返したというか。盛り返したでしょ。大ラッキー問題ですよ、これ。まあ確かにな。完全に。まあまあ、ラッキーだな。いや、自信あっただけじゃないけど。いいですね、クイズ問題って楽しいですね。そうだね。まあ皆さんもね、はい、楽しんでもらえるといいけどね。そうですね。皆さんも、あと、ね、何問当たってたかとか、ぜひコメント欄に書いていただければ。はい。はい。ね、ちょっと参考にしてください。まあこういう取り方なんで、森藤の肩出しとかないけどね。ちょっと我慢していただいて。ないけど、ね、ないけど、ちょっと我慢していただいて。そうですね、でも正解だからといってそんなないですから、はい、ないね、はい、はい、じゃあまたぜひね、はい、豊さん、また機会あったらクイズ問題やりましょう。わかりました、はい、はい、ではありがとうございました。どうしよう。